幸せの王子。街が見下ろせる高い場所に幸せの王子の銅像は立っていました。王子は体を金髪まで、目は青いサファイア、腰の毛には赤いルビーが光っていました。ある秋の日、南の国へ行く途中の一羽のツバメが王子の足元に止まりました。すると、頭にぽとりと滴が落ちました。見上げると、王子が涙を流しています。王子様、なぜ泣いているのですか？ここに立っていると、街の人の悲しい出来事が見える。ほら、向こうで病気の子が泣いている。貧しくて薬も買えないんだ。お願いだ。僕の毛についているルビーをあの子の母親に届けてあげて。ツバメはルビーをくわえると、その家に運びました。次の日も王子はツバメに頼みました。今度はあの窓だ。勉強している貧しい若者に目のサファイアを一つあげておくれ。ツバメは泣きながら王子の目を一つ抜き取り、若者の部屋へ運びました。それを見つけた若者は、これで勉強が続けられる、と目を輝かせました。街に冬の足音が近づいてきました。ツバメはもう南の国へ行かなければなりません。ツバメは王子にお別れを言いました。どうかもう一度だけお願いだ。あそこで町員の女の子がマッチを水に落として困っている。僕の目に残っているサファイアをあの子にあげてくれないか？そんなことをしたら王子様の目が見えなくなってしまいます。いいんだ。あの子が喜ぶたら。ツバメはもう何も言えず、王子の残った目を外して、女の子のもとへ運びました。ツバメよ、今までありがとう。さあ、南の国へ行きなさい。ところが、ツバメは言いました。いいえ、もう、どこにも行きません。ずっとおそばにいて、王子様の目の代わりをします。それから毎日、ツバメは街の様子を王子に話して聞かせました。そして、王子に頼まれると、体の金を外して貧しい人に届きました。やがて、雪が降り始めました。王子の体にはもう一つも金は残っていません。ツバメも寒さで弱り、ある日、王子の足元にパッタイと倒れて息絶えました。その途端、王子の心臓がパチンと二つに割れました。灰色になった王子の銅像は取り外され、火に溶かされましたが、心臓は溶けずに残ったので、ツバメと一緒に捨てられました。その町に神様がやってきて、天使に言いました。この町で一番美しいものを探してきなさい。天使は、王子の心臓とツバメを持ってきました。神様はそれを持って天国へと帰っていきました。おしまい。